というわけで、やってまいりました。今日はですね、こちら。ほら、いつもとね、メガネが違いますよね。この商品ね、Wi-Fi 内蔵型、グランディス i です。このね、メガネ、ほら、私ね、ちょっとメガネ系 YouTuber なんで、メガネね、提供していただいてありがとうございます。ほら、普段ね、かけてるメガネ、これなんですよ。まあ、ただのね、黒縁メガネなんですけど、ちょっとね、ちょっとこれデザインがね、こんな感じのね、デザインなんですよね。まあね、かけたらこんな感じなんですよ。これね、度が入ってないんで、まあ、普段ね、メガネの方はこのコンタクトレンズをね、かければいいと思うんですが、ほら見てください。ここにね、これほら穴がね開いてますよね。なんかこの辺からね見たらね、そんなにわからないですよね。なんかね、ネジ穴かなっていう程度の小さい穴ですね。こっからね、なんとね、映像がね撮れるということですね。何が撮るんですかね。これね、 Wi-Fi 内蔵メガネ型なんですよ。つまりね、このスマホとね連動するということなんですよね。一回ちょっとどんな感じかやってみましょう。ちなみにね、入っていたのはこれだけありますね。メガネ本体と充電器と、これコードですね、とメガネ拭き、親切ですね。あとね、取説が入ってます。さっきの左側の穴がカメラレンズですね。で、右側がね、これマイクになってたんですね。で、USB 端子やら、SD カードね。あ、こんな感じで入るの。ここにね、 USB 端子が刺さると、まあこれでね、充電ということですね。まあコンセントがないところは、こういったね、パソコンで充電もできますね。あ、今ね、充電ランプがつきましたね。あ、この横にボタンがあるな。お、どうやらね、これがね、電源ボタンらしいですね。で、このマイクロ SD カードを入れるわけなんですけども、ここにね、差し込み口があるので、ポチッと。中がね、結構メカメカしいですよね。これコナンの、ひょっとしてこれコナンがかけてるメガネ。まずはね、アプリをダウンロードします。プロアイカム、今ね、Wi-Fi でつながってるんですけど、ほら、これポチッと押すと、おおほほほほほ、これわかりますかね。今私がね、撮ってる姿が映ってますよね。あ、少しね、遅延がありますね。あと機能としては、スナップショットと、録画ですね。録画はこのスマホと、さっき入れた SD カードですね、が選べるみたいですね。ちょっと録画してみましょう。ほら、かけたらね、こんな感じですね。私がね、こう見てる方向を録画できているということですね。で、画面をタップすると、下に操作系統が出てきます。これはマイクですね。音聞こえてますか？こんな感じでね、遠くに置いても声が聞こえるんですね。で、これが録画ボタン。今ね、録画開始されてるみたいですね。ちなみにね、4メーター、今ね、Wi-Fi で繋がってるんですけど、4メーターですね。4メーターの距離離れても、録画ができるということですね。どうですかね、これほら、説明書の文字とかね、くっきり見えますかね。これね、今ね、メジャーで測ってるんですけど、メガネからね、60センチの位置に今書類があります。この文字がね、くっきり見えますかね。他にもね、こういったね、このモバイルバッテリー型、カメラなんですけども、こういったものだったら、ポンとね、置いちゃったら画角がもう決まって、動かすことができないですよね。その分ね、このメガネだったらね、今ね、こう見てる方向がね、こう確認できると。いうことで、的確にね、証拠取りができるということですね。最近はですね、セクハラとかね、パワハラとかありますよね。そういったのでね、皆さん困ってる方いらっしゃると思いますので、これだったらね、証拠取りバッチリですよね。はい、というわけで、Wi-Fi 内蔵型、しかも Wi-Fi で確認できる、小型カメラのご紹介でした。じゃあね、ボーイッシュ。